もっと古賀美穂プロ知りたいイエーイ。何歳からゴルフ始められましたか？はい、あそこから坂田塾をきっかけに始めたんですよ。まっすぐ立たされて、はい、そのまま最初は好きに振れでした。いくよ、こうしてこうだよって言われただけ。子供はみんな天才だから、子供の才能に任せて自由にやらせてくれたのが坂田プロでしたね。もう始めた時からすぐ早くプロになりたいっていう不動産を二人三脚で教えられてたのが清本先生っていう。清本先生も熊本出身なんですけど、はい、そこの門下に入ろう、スイングなんて見てくれなかったですよ。あ、そうなんですね。あんた不動の後ろでちょっと球でも打ってみなさいぐらいしか言われてないです、最初。あ、思い出すとなんか泣けてくるね。清本先生に、うん、一番最初にまあ、スイングのこと、はい、って言われたのは再現性をね、やっぱりいかに高めるか、はい、とにかく100球打てば100球同じ球を打てれば強いのよゴルフって、はいはい、スイングがいつも違ったら同じ球なんかもう絶対出ないわけだから、 そうですね、はい、そうするためにやっぱりコンパクトなスイングにっていう、まあ、結構今までやってきたこととは全く違うことをやっぱ言われたんですよね、最初に。と言いますか、坂田塾っていうのは、はい、ハイトップハイフィニッシュだったんですよ。だからいかにこう自分の体を最大限に使うかっていう、高いトップで高いフィニッシュなのね。どっちかっていうとこうもう縦振り、V 字で打つようなスイングの理論なんですよ。でもちろん私もそういう理論で高いトップ高いフィニッシュっていうのはいつも意識してましたし、でそれで一番最初に私が言われたのは肘を90度。肘を90度、テイクバックでトップの位置で肘を90度、はい、そうすることによって、はい、ハイトップだからやっぱこうだったんですよ。右脇開けろだから、あー、開いてたってことですね。開いてたってこと、はい、それをまずこうしろって言われたのね。もともとやってた理論をが間違ってるって言ってるわけじゃないんですよ。やっぱりハイトップハイフィニッシュっていうのは飛ぶの、うん、すごい飛ぶんですよ。で女の子で言うと、はい、ヘッドスピードがまあ、女の子で50ある人ってやっぱなかなかいなくて、40から45ぐらいの人でもすごい速いと思うんですけど、うん、プロゴルファーがだいたい40そこそこなんですけど、そのぐらいのヘッドスピードの人って今のクラブってもう進化もしてるし、うん、そんな曲がんないんですよ。でハイトップハイフィニッシュだと今大柄な選手いるじゃないですか、はい、彼女たちすごいトップも大きいんですけど、うん、やっぱ飛ぶんですよこのスイングって。だからこれが悪いって言ってるわけじゃなくて、はい、私は清本先生に移ってから一番最初に言われたのがこうでしたよっていう話ですね、はい、だからそのもう清本塾っていうのはもうとにかく再現性の高さっていうのを言われたので、はい、私が一番最初に言われたのはこの右脇開けろから閉じろ、閉じる、テイクバックで閉じる、はい、で閉じることによってここの入りが再現性が高くなるっていうのを一番最初に言われたから、まあ開けろと閉じろじゃ全然違いますよね。全然違います、逆ですもんね。それが一番最初に清本先生から言われたことでしたね。うん、じゃあそれによってやっぱりちょっと飛距離落ちましたか？少しね、少し。でもミート率が上がるから、うん、あ、曲がらないし、その、はい、例えばこう、うん、飛んでる時でも、はい、やっぱりミート率が低かったらそれは距離をロスすることだってあるし、ね、はい、だからそれがなくなりましたね。すごい飛ぶとかすごい飛ばないとかそれがやっぱなくなりました、うん、ミート率が上がるので。それすごい難しいよ先生、無だから。そうね、なんて言われてたかな。これじゃダメですもんね。でもね、はい、できてても言われんの。あー、だってどれだけでも締めれるから、できてても言われるの、甘いって。はい。ああ、これだって考えてみてよ。はい。うちの先生こうやって上げてこう下ろしてきて、はい、ここでベルトでここ怪我しろって言ってたんだから。するわけないじゃん。でもね、先生言ってた、私はここを怪我したことがあるって言ってたから、それは嘘でしょって言ったんだけど、でもそのぐらいもうこう来てこう来てこう来てっていう、ここにね、もう本当にこう一番近くを通るっていう風にいつも言われてて、だからいつも真後ろから見られてたんですよ。後方線上から見られてると、やっぱこう来てこうやってほら、閉じてこなかったら景色が見えるじゃないですか。ああ、はい。それが見えないぐらい絞ってこいって言われてた。わあ、だからいつもここでこうやって座ってるちょっと同じような感じでやってみていいですか。甘いってうちの先生いいないから、あ全部ダメ。褒められたことない。だって優勝しても絶対なんか言われるから。あ、そうなんですか。優勝しようが何しようがダメだったことしか言われないから。もっとこうできるでしょう、もっとああできるでしょうってしか言われないよ。いいはないから。いいはないんですね。わかりましたボール打っていいんですか。これいつも通り一回打ちますね。はい、私のいつも通り。十分でしょ十分じゃない。うまいよね。うまい、うまい。だから本当ね、こっちから取られてると一番わかるんですよ。全部が見れるんですよ。その緩み、スイングの緩みっていうのはね、ここが空いてたら、やっぱいろんな動きしますよね。だから多分先生はここを90度にっていう風にしたんですけど、こうなってくるとスローで言うとぐーっときますよね。足からいきますよね。でこうやって締まってきますよね。したらもう何も緩みがないじゃないですか、ここに。でちっちゃくなるんだけど、ここの壁さえあればここインパクト当たりますよね。締まってますよね、ここ。うちの先生はこんぐらいって言うんですけど、それはさすがに無理だから、こう来てこうインパクト作って、ここから流れたらもう終わりなんですよ。流れたらもういい、それインパクトじゃなくなるから、ここでインパクトした時にこの左足を止めたところからのここがインパクトゾーンなんですよ。でこれがまた空いたらインパクトゾーンなんて意味ないからここ止まってからのこの左脇がしまったここのインパクトでもう無理っていうところまでがインパクトゾーンなの。もう無理って言って開いてからはもうフィニッシュ。そこがこの締まりってこと。これが投げてたらもう流れてたらインパクトで もうインパクトはもうこの時点で壊れてるんですよ。でこのインパクトゾーンも脇が空いてたらもうインパクトゾーンなんて関係ないってこと。とにかくここが締まって全部が締まってるってことです。私ね、よく練習させられてたのが、こういうところにクラブを置いてこうトップするよね。でここボール、これボールですよ。インパクトするじゃないですか。そうするとこうぐーっとくる、これがインパクトって教えられてたんですよ。このしなり、これがインパクトって教えられてたから、これやると本当にそのインパクトの形がわかるんですよ。これがボールだとしてで押すのこういうことですか。体切って手出ていっちゃったらもうダメ。それ意味ない。これダメか。手出ていっちゃったら意味ない。絞ってないと。そう、それがインパクトだから。あ、それぐらい力強くないでしょ、インパクト。ないです。私はそんぐらい強くないとダメなの。ここだよ。いいよいくよ。はい、上げました。インパクトきました。はい、こう我慢、腰切ってこれがインパクト。この押しがないと意味ないってこと。わかるでしょ。すごい、めちゃくちゃわかりやすいから。普段使ってない筋肉を今使ってます。こっち使うじゃん。ここもすごい使います。でここも結構こんなに切ってないんだなって思いました、私。蹴らないと。それを蹴るっていう。そう、結構しっかり蹴ってますね。はい、ここそう、これが締まってるってこと。辛いよそんな楽して振っちゃダメよ。すいません。辛いよ。だからみんなそれをもっとやりたいがためにトレーニングするんだよ。鍛えたりとか。だから女の人は今クラブの性能とかもいいから、こうやってポーンって打つのもあり。でも本当にアスリート志向で、じゃあゴルフすごい上手くなりたいとか、飛ばしたいとか言ったらもうバチッと決めないと。すごい。じゃないと飛距離も出ないよ。それが叩くってこと。叩くってこと。球に力を伝えるってこと。これよ。いや、すごいですこれ。これびっくりするぐらい。押して。しかも手が出そうになるんですよね。手が出たらもう終わりよ。フィニッシュ。手が出そうになったらフィニッシュ。はい、では実際に古賀プロに1球打っていただきます。お願いします。おお、ナイスショットです。昔の方がもっと叩けてたけどね。叩けてたけどすごいです。でもインパクトはあんまり変わんないかな、はい、パワーはなくなりましたけど、そのインパクトの形とか、あとは、はい、当時はもうその絞り込むことばかりを意識してやってたから、はい、もちろん昔の方がこうグーッというものはあったと思いますけど、はい、でも基本的なこうスイングみたいなものはまああんま変わんないかな。すごいです。勉強になります。ちょっと私もでもそれだけ体が締まってる、はい、スイング、はい、締まってるスイングしてればそうそうぶれないですよ。いや、これはなかなか難しいなかなか難しいから本来はそれだけやればいいんだよ本来は、はい、コンパクトじゃんスイングが。コンパクトにコンパクトに、うん、それをやれば再現性は上がります、はい、飛ばしたければハイトップハイフィニッシュ。何をしたいか、自分が。そうですね。飛ばしたいのか。飛ばしたいのか。それともまっすぐ常に安全に。再現性を高めたいのか。そうですね。はい。はい。まず自分がどういう球を打つ人になりたいかを定める。定める。あの人があのスイングかっこいいからっていう人が飛ぶ人で。はい。でも負けたくないっていうのはちょっと話が変わってきますからね。ああ。ありがとうございます。本当に貴重なお話を。はい、当たり前のことを言ってるだけなんですけどね。いやいや、でもやっぱり古賀美保プロがこの賞金女王になるまでのこの過程を聞けたのがすごい本当に貴重な体験だったなと思います。ゴルフと共に生きてきました。ありがとうございます動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。